みえ、どうも、風邪引きです。皆さん、風邪には気をつけてください。どうも。彼女が看病しに来てくれたっぽい。あれ？鍵どこだ？どうも。あれ？鍵どこやったっけ？鍵。はい、ワドツ。楽しんでて。ああ、辛い。風が辛いよ。喉が意外が。どうも、17名さんはどっち？見れてる？いらっしゃい。なんでコメントねえの？見れてんの？大丈夫？見れてる？うん。はい、いらっしゃい。お出かけっつうか、ま、彼女がなんか、クリームシチュー作ってくれるって言ってくれて。いや、クリームシチュー嫌だ、一緒に買い物行こうっつって。車で行く？歩いて行く？どうする？車で行く？左に行って、左に行く感じだね。うん。なんだ、黒髪似合うよ。お、バガプレゼントありがとう。あとつ、え？何？どうした？どうした？はい、ワトツ。どうした？おう。おう、大丈夫。車間がわかんないのか。あ、3倍ボーナス神社クッキーありがとうございます。クッキーザイス！ザイス。クッキーザイス。SR がすごいね。80万ぐらい稼いでちゃう。昨日一晩で。いや、みんな見てたらしいね。釣りザイスと、なんだっけ、もう一つ。花ビーヤーだっけなんだっけ、そんなの、うん。花ビーヤー。車がすごい。なんだろうね。あともうここ厳重なんだっけ、警戒地帯になって。なんで？
こないださ、センターでさ、揉めたから。何、ヤクザと喧嘩したんでしょ、昨日だっけ。昨日か。何、ヤクザがおばちゃんのこといじめて、のんたんが喧嘩売ったの、うるせえよって。そう。何、受付のおばちゃんにヤクザが喧嘩売ってたの。元は、そう。うん、おー。で、揉めてて、のんたんが参戦したのか。なかなかかっこいいじゃん。なんか昨日のんたんが銭湯でタトゥー入ったなんか5人ぐらいのチンピラがいて、なんかおばちゃんと喧嘩してたんだって。でのんたんがぶち切れてうるせえやーっつって参戦したらしい。それで警察沙汰になったらしい。俺が風でぶっ倒れてる間ずっとねぐる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 ね警察が回って、うん、のんたん怒ったら怖いから今日煽ったら次はお前のターンって言ったの、ちゃんと、うん、ハゲとかね、うん、すげえな、タトゥー入ってるやつにハゲとかすごい。ごめん何歳だよとか言ってどこ中って聞きたくなった、どこ中だよってこれ聞きたくなる。かっけえな、うん、肩が一番怖えからな、うん、一番怖えからこれね、あの成田のこれ中学校なんだけど、成田の中学校の、あの、名台詞。みんなが、肩木が一番怖えから、つって。世の中、ヤンキーとかヤクザが怖えんじゃねえよ、つって。肩木が一番何すっかわかんねえから、つって。みんなでね、合言葉にする。うん。夏物ないから。うん。すごい、なんかさ、あの、パーカー作ろうって言ってたじゃん。うん。さっき作ったの。うん、あの、風邪ひいてるから。これは？うん。これを右なんだから、右の車線に入ってもらいたい。あ、わかる？反対側？うん。うん、そうそうそう。で、あの、パーカーと T シャツとステッカー2枚作ったの。そしたらもう、なんか、利益が7500円、1万5000円ぐらいでみんな買ってくれて、ちょろいなって思った。和道ネームバリューなかなか育ってるなと。ゆくゆくはあの、ハイブランド展開しようと思ってるからね。うん、カルティエ、ティファニー、ワードフィーだから。でもネックレスが一番いいよ。ネックレスいいよね。うん、ネックレス本当に作りいいよね。みんな買ってくれた。美咲ちゃんと彩香ちゃん買ってくれた。うん、俺もパーカー買おうかなと思って。自分で着るように。結構デザインかっこいいよ。のんちゃんも欲しい。のんちゃんも欲しい。ワドフィーだから、ワドフィー、うん。世界的ハイブランド、ワドフィー。あんまりコメントすると、気持ち悪がられるのでしょうか。もうそのコメントが気持ち悪いかな。何言ってんの？好きな時に好きなコメントすればいいじゃん。周りの目を気にして生きてるほどバカバカしいもんないよ。自分のやりたいように生きた方がいいよ。ルールはね、ルールは守るもんじゃないから、自分で作るためにあるんだよ。ここで殴られたら美味しいと思った。まあ美味しいわな。うん、はいはい、いらっしゃい、ワドツール。ちょっとおまわりさんに止める。煽りまくってた。早く殴ってこいよ、おら。殴られたらね。思ってた。殴られるときはでもね、仕事してた方が美味しいよ。1000万ぐらい引っ張れるから。社長分殴ったら大体1000万、2000万取られるよ。ほら、なんてあれじゃん。病気じゃん、しかも。いや、病気あんま関係ない。重くなっちゃったらさ、精神的にある。一番いいのは、あの、医者料じゃなくてね、相手を追い込むんだったら、うん、そう、個室の病棟とか入っちゃうの。知り合いの医者とかいたら、超高い。一泊3万とかあるじゃん。あれ2ヶ月ぐらい入ると、もうとんでもない額いくじゃん。で、会社止まったっつって、給料もこんだけあるっつって、証明書出して。で、会社の売上ベースで損害、あの、出せるから、社長殴ったらアウトよ。経営者無敵だから。
画家じゃん。やっぱ腕とかさ。うん。あ、腕が動かないみたいな。うん。あ、麻痺が。うん。うん、外食じゃなくて、ノンタンが作ってくれるって。うん。俺もノンタンも結構ね、作れるもんね。だから、クリームシチューでいいってメール来たから、ダメだっつって。俺ね、風邪ひいてる時に、おかゆとか出されると、結構怒るタイプなの。あの、胃に優しいうどんとかじゃなくて、俺は別に風邪ひいてでもがっつり食いたいからっていう。クリームシチューだってがっつり食べれるの。クリームシューね。クリームシチューとガーリックトーストにしようかも。いや、おしゃれすぎるわ、そんなもん。おしゃれすぎるよね。クリームシューさ、うまい人が作るとうまいんだけど、下手な人が作るとさ、牛乳臭くなるじゃん。わかる、なんとなく。嫌いなの。あんまり好きじゃない。ちょっとチーズ入れたらいい。うん。なんかね、その、ミルクが強すぎるね、クリームシューが食えないんだよな、俺。そう、うるさい。食欲あるときは食った方が。俺ね、全然食欲がなくなったときはね、ほんと人生で2、3回ぐらいなの。食欲がなくなるイコール、俺生命の危機だと思ってるから。風邪のとき全然食いたい派だね、俺。むしろなんか、なんつうの、直したい派。で、そこのコースで右に入ってほしいんだ。うん。うん、で、そうすると左側にスーパーあるから。わかる？うん。うん。多分駐車場あるところだから。みんなさ、リア突で稼ぎまくるじゃん。100万稼げたとか、数百万稼げたとか言うじゃん。何なんだろうね。やっぱ買うのかな、リア突したら。買って、多めに渡す。うん、ああ。500円のステッカーを。うん。なんか10万円渡した人とかいたらしいよ、ヒカルくんとか。すごいよね。なんか金に困ってない人、世の中いっぱいいるからね。うん。そう。自分の生活が貧乏だと見えなくなっちゃうんだよね、普通の人は。だってさ、日本人なんか10人に1人1000万超えだからね。うん、まあ、あの、地域格差とさ、年齢格差があるけど、そこには。でも1000万って普通だから。うん、何が？ 1000 万で普通？ 1000 万が普通で。あ、そうそうそう、その中にもまたね、ぶっ飛んだ。あー、引かれる。わかるわかる。言ってる意味わかるよ。でも、その下はもう貧乏だ、うん、格差社会です。格差社会。左ね。あれもない。だから1000万、だってさ、ぶっちゃけさ、収入、例えば月40万手取りでもらってるっつうんじゃん。それで、12ヶ月で、まあ4、500万でしょ？ぶっちゃけ40万とか持っててもさ、かなり、あれだもんね、一人とかだったらさ、あの、いい暮らしできるもんね。そう、中間層が今ないんだよね。ん？なんだ。なんか言ってるよ。どうもいらっしゃいませ。はい、飲みやすい時計どうぞ。ありがとうございます。で、なんか、あの、こう広いよね。神社クッキーありがとう。ありがとうございます。クッキーザイス。くるくる。
あ、ダメだ。電波で。まあ、お店はもうダメだ。うん。じゃあ、ちょっとメールだけ落とすね。コメントだけ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんねん、もう。